和田栄作は、鹿児島県出身の洋画家、教育者。東京美術学校校長。文化勲章受賞者、文化功労者。父は、和田修ゆた弟は、和田秀帆。1874年12月23日、鹿児島県肝付郡たるみ村に生まれた。父親は、牧師の和田修ゆた母親は、川上豊。鹿児島生まれとするのが定説だが、 1997年にフェルケール博物館で開催された日本近代洋画の中鎮、和田栄作展では東京を生まれだとする新説が提示されている。和田周豊は豊の父親川上幸彦と親しかった。栄作は三男四女の長男である。3歳4ヶ月だった1878年3月に家族で上京し東京府麻部区の麻部中の町に住んだ。 父親は海軍兵学校で英語の教員を務める。5歳だった1879年には、スコットランド一長老協会のヒューは出るから、小児洗礼を受けた。1880年には、麻布学校初等科に入学。1883年には、麻布学校中等科に進学したが、1884年には、東京府立芝区ともえ小学校に転校し、 1887年に、ともえ小学校高等科を卒業した。和田が指示した、黒田清てる1887年には、八金の明治学院洋科に入学し、上杉熊松に洋画の基礎を学んだ。明治学院の同級には、三宅勝美、先輩には、島崎藤村がいた。内国官僚博覧会で、原田直次郎や曽山幸彦の絵を見たことで、 本格的に洋画を学ぶことを決め、1891年には、明治学院を中退。上杉の紹介で、曽山の洋画塾に入塾、同門には、岡田三郎介、中沢博光、三宅、矢崎千代にがいる。1892年には曽山が死去したため、原田直次郎の洋画塾、厚富館に移り、1893年にはその、傍らで、久保田米船に、 日本画を学んだ。1894年には原田が病気療養に入ったため、同年秋には外交派の黒田清照が開設したばかりの天津道場に移った。1894年には黒田が日清戦争に従軍しているため、実際には久米慶一郎の指導を受けている。1895年には第4海内国官業博覧会に、 海辺の早春を出品して二等賞を得ており、この作品は、久米野の作風に近い印象派的な風景画の要素を持っている。1896年には、白馬会の結成に参加。卒業制作の、私頭の夕暮れ1897年、東京芸術大学大学美術館像、東京美術学校に、西洋画家が開設されると、 黒田の西洋画家教授就任に伴って、藤島武次、岡田三郎介と共に助教授に就任。これは、ヨーロッパ留学を見据えた一時的な人事であり、実際には、生徒として、黒田の指導を受けた。しかし助教授という立場で指導を受けることに、気まずさを感じ、1897年2月には、助教授を辞した。岡倉天心校長の取り計らいによって、生徒として、 西洋画家専科第四年級に編入学。すぐに卒業制作の創作を開始し、初の大作でありその後も代表作となる、私や玉の夕暮れを書き上げた。この作品は、玉川の矢口の私の一場面を描いたものであり、黒田の昔語りやフランス人風景画家のジャンシャルル火山の影響が指摘される。翌1898年9月に、 自然主義作家の田山片井が新小説に発表した私等は和田の私頭の夕暮れから着想を得た作品である。4年生は和田ただ一人であり、1897年7月には西洋画家初の卒業生となっている。10月には無給で西洋画家の教場助手となり、再び黒田らの指導を受けた。 1896年から1897年には、芝区アタゴ町に住んだ。パリのアカデミーコラロッシ1898年には、麻福士浜栄町に転居。絵の道に自信を失って自殺も考えたが、静岡県安倍郡清水町に赴いて、社生に打ち込むうちに意欲を取り戻した。1897年に、オーストリア出身の東洋美術研究家、アドルフ・フィッシャーが、 新婚旅行を兼ねて来日すると、1898年9月以降には、黒田の紹介で、フィッシャー夫妻の通訳となり、夫妻に付き添って、約半年間かけて、近畿、九州、北陸などを巡った。フィッシャーは、ウィーンのある財閥の息子で、イタリアで美術を学んだ後、世界旅行の途中で、日本美術に深く魅了され、収集家として3度目の来日だった。 1899年5月には、フィッシャーから日本美術の作品目録作成を移植され、夫妻に伴って神戸港から日本優先のビン乏丸で夫妻が暮らすドイツに渡り、ベルリン講師の井上勝之助の邸宅に居候した。同年秋には、文部省から西洋絵画研究のため3年間のフランス留学を命ぜられ、 1900年3月に文部省留学生としてパリに留学。アカデミーコラロッシでは、ラファエル・コランに木炭画と油絵をウジェーヌ・グラッセに装飾美術を学んだ。同年のパリ万国博覧会には旧作、私や玉の夕暮れと旗りを出品し、全社で仙外科作賞を受けた。1901年10月から1902年3月まで、 約半年間、パリ郊外のグレシュルロワンに暮らし、浅井正と共同生活を行った。この時期には、絵画だけでなく、図案、漫画、表紙絵、俳句などの創作も行っており、黒田、岡田三郎介、浅井、竹内聖宝らと共に、同人誌、パンテオン会雑誌の編集にも携わっている。留学時代には充実した創作活動を行い、 アカデミックな洋画病法を習得した。1903年1月から2月には、ルーブル美術館に足しげく通い、ジャン・フランソワ・ミレーの落ちぼ広いを模写した。1903年には1ヶ月半かけて、フランスとイタリアを巡歴し、1903年7月に日本に帰国すると、東京美術学校教授に就任した。1903年には、 第5回内国官僚博覧会に小玉を出品して二等賞を得ている。大名1908年、東京国立近代美術館像1904年には、セントルイス万国博覧会に風景を出品。1907年には、東京府官僚博覧会審査員、第1回文典審査員、文部省美術審査委員会委員となり、33歳だった。この年には、 高橋茂子と結婚した。1908年には第二回文展にオーナーを出品。春先から準備を進めた老作だったが、私は確かに老いぼれの気味がある。叱らざれば、あまりに無研究な絵だと思う。もしゼでも研究があったとすれば、そのはあまりに悲壮な研究である、色に、お手形におて、ことに顔面の影の部分の透明性な色調におて、との国評もあった。 1910年には、東京美術及び美術工芸品展覧会評議員、同展、第二類出品館別委員、イタリー万国博覧会美術品出品館サインとなった。1911年には、日本初の巡洋式劇場である帝国劇場にて、客席天井に天女の壁画を制作した。1912年に第六回文展に出品した。 H 夫人肖像は害して高評価を得たが、夏目漱石は、和田君は H 夫人というのをもう一枚描いている。これも、男爵同様花肌不快な色をしている。もっとも窓掛けや何かに遮られた暗い室内のことだから光線が、心持ちよく通りはないのかもしれない。が、光線が暗いのではなくって、H 夫人の顔が生まれつけ暗いように塗ってあるから、気の毒であると評している。 和田が原画を担当したステンドグラスが印象的な慶応義塾図書館、旧館1914年には東京大賞博覧会の審査官となり、また赤坂離宮と東京駅の壁画を制作した。前年に赤坂離宮東の間の壁画制作依頼を受けていた和田は、紙巻きタバコの高級産地であったエジプトカイロ近郊の風景を題材とし、1914年7月に、 壁画を完成させた。この壁画は内装との調和性が傑作と称えられている。同年に開業した東京駅停出用玄関には黒田の主体をもとにして和田が日本の産業を主題とする海陸、植産、工業の大壁画を制作した。この壁画は太平洋戦争時に消失している。慶応義塾図書館。 旧館の階段正面に施されたステンドグラスは和田が原画を小川道が制作を担当し、1915年に完成した。慶応義塾大学図書館、旧館は太平洋戦争で消失したが、小川の助手であった大竹隆三によって1974年にステンドグラスが復元された。1914年には君六等随法賞を受賞。 1919年には帝国美術院の会員となった。同年には慶応義塾大学に福沢諭吉演説像を制作し、三田大高堂の中央壁面に掲げられたが、この像は太平洋戦争時に消失している。1937年には松村菊馬郎がこの像を模写しており、1960年に慶応義塾に寄贈されて、 三田演説館の演題に展示されている。和田は父親から聞いた話をもとにして腕組みをした福沢の姿を表し、このポーズは今日まで福沢のイメージとして親しまれている。1921年4月22日には日仏交換運転の代表施設に命じられ、アメリカ経由でパリに渡る。直任館としてフランス間接美術展覧会に 日本美術を出品する活動を行い、1922年9月に日本に帰国した。1922年には、訓四陶髄法賞を受賞。1923年には、フランス政府より、レジオンドヌール勲章を受けた。同年には、フランス美術圏の準備委員、第二回朝鮮美術審査委員会の委員となった。1925年には、 鹿児島県庁舎の落成を記念して、富士を鹿児島県に寄贈している。憲法発布式1936年、聖徳記念会画館像30年以上、東京美術学校校長を務めた、正木直彦が1932年に辞任すると、和田が公認の校長に就任。美術家出身の東京美術学校長は和田が最初に、して最後である。 東京美術学校では、お坂部一市や野口健造などの行進を育てている。1933年には、史跡名称天然記念物調査委員会の委員となった。1934年12月3日には、提出議議員に命じられた。1936年には妹である妻と、青山彦太郎の息子青山慎、新たの妻、青山茂と、養子縁組を結んだ。 1936年には、平尾八三郎文部大臣によって、帝国美術院の再開所が行われたが、和田ら14人の連署によって、この再開所に反対し、帝国美術院会員と東京美術学校長を辞した。校長退任後には、十三位に助せられ、東京美術学校の名誉教授となっている。同年には、明治神宮外苑の聖徳記念会画館に、壁画、 憲法発布記念式を完成させ、さらには、宮内省の命による山本内閣新年式を制作した。憲法発布式は、今日の日本の歴史教科書に掲載されている。山本内閣新年式は1936年9月1日に昭和天皇に献上され、昭和天皇が暮らす吹上御所の大広間にかけられた。1937年に帝国美術院が廃止され、 帝国芸術院が設立されるとその会員となった。同年にベルリン国立博物館の夫キュンメルが日本を訪れた際には外務大臣官邸での茶会に招待された。1940年から1943年の夏季と冬季には奈良県伊古間群法隆寺村の法隆寺近藤壁画の模写を行っており、模写用の証明として当時研究中だった。 蛍光等を導入している。1943年には文化勲章を受賞した。地流疎開時代に描いた夏雲1950年、佐野美術館像1945年3月には、麻布区郊外町の自宅が強制疎開の対象となり、4月12日には愛知県壁海軍地流町で菓子屋の離れを借りて疎開生活を始めた。 知流町への疎開時代には、東海道の松並木、小包西池の柿椿、藍妻川などを作品に残している。知流在住時にはしばしば知流劇場で感劇し、近隣の壁海軍高岡村に住んでいた画家の岩月、光金と交流した。疎開時代にも手紙を通じて、東京の中央画壇との関係を維持し、芸術院美術部会議や、 日展の審査など必要があれば東京まで出かけていった。1946年に新聞店から名称を変更して日展が初開催されると監査のために東京に赴いている。終戦直後で物資が乏しい時代ながら、疎開時代には年間約30点、契約170点の作品を残しており、風景画と生物画がほぼ同数であった。 1951年には文化功労者に選ばれた。美保十五の1952年にも地流を訪れ未完だった地流神社の森を完成させている。美保十五に書いた美保富士1953年小杉法より記念日光美術館像を富士山や羽衣で演説を描きたいという思いから1951年8月12日には 静岡県清水市美保に移り住んだ。11月11日には、上野洋条県で和田、中澤博光、三宅克美の3人の記事祝賀会が開催され、大阪と名古屋で記事展が開催された。1953年には、日本芸術院の第一部長に選ばれた。1955年には、清水市庁舎の落成を記念して、正木からの富士を清水市に寄贈している。 1958年には、膀胱癌と診断されて、東京厚生年金病院に入院。4月には退院したが、1959年1月3日に、清水市美穂宮方にて死去した。死後には肖像くらいに少女され、君一頭髄法症大授を受けた。1月10日には、明治学院講堂で葬儀が行われ、3月10日には、東京多摩霊園に埋葬された。 19世紀末に世界的に流行した外交派の影響を受けた風景画を多く描いた。日本の近代洋菓子における外交派の代表的作家である。明治美術会展、白馬会展、文展イコール定点イコール、新聞展イコール日展などに出品した。創作した分野は人物画、肖像画、風景画、生物画、風俗画と多岐にわたるが、一貫して、 外交派的写実主義を守った。最も得意なのは肖像画であり、最も多く描いたのは風景画である。生物画ではバラや洋蘭などの花を多く描いた。1951年には富士山を描くために静岡県清水市美穂に転居した。ご半生は藤原太郎とも称された。和田栄作君について私の最も感じたことは、 その技術の進歩の迅速であったことである。私の関係した人のうちでは、和田君ほど進歩の早かつた人はない。その進歩の早いことは一種の天才だと思った。黒田清輝る和田君は型を確かに見ることの良い色を出すということが、両者ともに巧みである。もちろん形の方と色の方とを比べれば、色の方に優れてはいるが、型の方も決してつたなくはない。 黒田清輝近代洋画界を牽引した黒田清輝の忠実な後継者と見られることが多い。ご反省においては日本洋画団の長老的存在だった。生涯にわたって写実的で穏健な作風を守り続けたため、新しい芸術視聴を積極的に取り入れた若い、作家の影響もあって、その活動後期における作品の評価は必ずしも高くない。 1959年の和田の死去によって、明治の洋画は終わったと言われ、時代の推移の象徴として扱われた。1961年4月には、三越日本橋展にて、生前、没後を通じて、初となる大規模な古典が開催された。1974年には、和田の生誕100年と鹿児島市立美術館の創立20周年を記念して、 鹿児島市立美術館で和田英作展が開催された。1985年には鹿児島市立美術館の新館会館を記念して黒田清照、藤島武次和田英作日本近代洋画史における郷土作家たちが開催された。1998年には和田が晩年を過ごした土地の静岡県立美術館と出身地の鹿児島市立美術館で近代洋画の巨匠。 和田英作展が開催された。2007年は戦後に7年間を過ごした知流に近いカリヤシ美術館で和田英作展三は知流とカリヤに残した足跡を中心にが開催された。2016年には日本近代洋画の巨匠和田英作展が開催されカリヤシ美術館や佐野美術館などを巡回している。ありがとうございます。